<お><お>おどうぞ山本さんは4年に一度開かれるジェラート世界大会に初出場し見事アジアオーストラリア賞を受賞しました賞に輝いたのは黒文字という植物を使った森のスパイス香る黒文字ラテです 新城村さんの黒文字の枝や葉を煮出して香り付けに使い山本さんが育てた牛の新鮮なミルクと混ぜ合わせミルクティーのような味わいに仕上げたそうです山本さんは2019年に横浜で開催されたジェラートワールドツアージャパンという国内で一番のジェラートを選ぶ大会で3位に入賞し 今回の世界大会の出場権を手にしました先月イタリアで開催された世界大会では予選会で勝ち上がった32人が出場しました山本さんはオンラインで出場しオリジナルのレシピなどをイタリアに送り現地の職人が作って審査が行われました日本の食材が世界で認められるのか 不安もあったといううう山本さん。のの反応はどうだったのでしょうか。とりあえず、えー、向こうで食べてもらってる映像を見ても、あの何言ってるのか正直 <laughs> 分からないので、とりあえず雰囲気だけじーっと見ながらは、なんかちょっと笑ったなとかいうところで、こっちもワクワクそわそわしながら、もう、ドキドキで待ってました。 実際にこういったあのアジア・オーストラリア賞ということが決まったわけですけれども、決まった瞬間、いかがでしたか、えー。とりあえずは、なんだそれはっていう気持ちで、アジア・オーストラリア賞、ちょっと点々点みたいな、いや、でもまあ、アジア一かというところで、わーっと一気にテンションが上がりました。大田市長とは商品の売り方について ものを買うというより、気持ちを買う時代になったように思うと話し、これからの商品開発についても、意欲を燃やしていましたそうですねあの、今回の黒文字もそうですけど、やっぱり地域の食品とか農産物っていうのを使うと、やっぱりその生産者の方が一緒に喜んでくれるので、またこれからもそういう地元に根付いたようなものとかを使って、新しい商品を作っていきたいと思います。